お願いします。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も霞町方面に北進中です。芦田橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。なお車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。操縦するようにできている。君の頭にもう一つの体がつながるイメージだ。やってみろ。できるはずだ。こうかな。うわ、動いた。何これ、頭がザラザラする。変な感じ。脳内のナノマシンによるリンクシステムだ。騎兵からの情報も直接脳へ送られる。自分の声のように聞こえるはずだ。とにかく今は戦いながら慣れるしかない。動けるか？あ、はい、歩きました先輩。もう来るぞ。さっきから視界に何か開いて邪魔なんだけど。それは兵装の表示だ。ともかくそれを使って目の前の D を処理するんだ。これがなんだかわかんないけど、
やっつけた。あっちにも怪獣が。待て、戦闘では状況に応じた兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているなら多連装ロケット砲が効果的だ。ほうれん草じゃなくてどれ？表示を見ろ。装備は肩だ。意識しろ。肩？これのことかな。なんとかなるわよね。やっ、回避できるか。背後からさっきよりも大型の D が近づいてる。どこに？冬坂くん、15番の後部排気システムにダメージが。帰ろうぜ、十郎。芝くん。どうしたよ、しけたつらして。時々ふっと感じちゃうんだ。不思議な違和感。なんだそりゃ。学校も生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。